タタタタタタタ舞台スケジュール的に生配信見るしかないね見るしかないんだけどさいや全然生配信で見ていただけるだけでもめちゃめちゃ嬉しいですこんばんはこんにちはかゆ。 <laughs> なんで今会釈し,したんだろう一人でりなちゃんはいあもなかこんばんはおすすめいましたありがとうございますりな、うん、大好きうな大好きこうなーユキ めっちゃ可愛い。ありがとうございます。ミラクルチューンズ。ミラクルチューンズ出てましたよね。はい。出させていただいてました。ネイル綺麗。あ、ありがとうございます。<laughs> 綺麗だよね。3月11日、妹の誕生日。妹さんおめでとうございます。TikTok で初めてリナちゃんが車を転してみた。確かにね。いや、TikTok でっていうか、 多分全体的でだと思う全 SNS でだと思うよまだ寝ないよその時からめっちゃ可愛いと思ってましたありがとうございますゆいちゃんゆいちゃん TikTok めっちゃ面白かった面白かった本当？舞台は宇田川桃子ちゃんと共演 あそうなんですそうなんです、えー、知らなくてえー、知らなくては嘘なんですけどあのんいやまあ私もこの間知ったんですけどあのその時カフェいて椅子から落ちそうになりました <laughs> 普通に大病院んあれどっか行っちゃった あ大病院選挙見てた見てました昨日も見ましためっちゃ可愛くて今日好きから押してますありがとうございます改めて卒業おめでとうありがとうございますみよみよこんばんは今日仮面学科試験落ちたええー、じゃあでも技能はいけたってことか次頑張ってくださいお風呂入った 見てわかる通り、<laughs> 見てわかる通り <laughs> 入りました。あ、もなか猫の足ありがとう。彼氏欲しいですか？大丈夫です。今日好きの朝ご飯で、じん松本じんく 継続だれ来てほしいって聞かれてりなちゃんってことなしてあそうありがたいですよね本当に知っておりますまあやっほーリップクリーム塗りに行きたい気持ち22日にリズニー行くんだけどおすすめのカチューシャええー、おすあれ終わってるおすすめのカチューシャ でもなんか自分、あごめんなさい、携帯ずらしちゃって。あのー、なんだっけ。あ、そう、頭の形に合う合わないが結構あるから、なんか自分でつけてみて、なんか合うやつとかにしてる、いつも。今日自宅そうだよ。自宅だよ。まあ、大体、ライブするときは自宅ですね。<laughs> 大体。 9.99割は家です 9. 嘘9割ぐらいは家今日はなんか死ぬほどのんびりしてましたなんか人間ってこんなにものんびりできるんだっていうぐらい <laughs> のんびりしてた人生の終わりレベルにのんびりしてました こんばんばはだからこんな時間になんかお風呂も入り終わっちゃったりしてんだよね <laughs> 髪の毛までちゃんと乾かしちゃってめっちゃもてそう思ってないです教室聞すいたの教室聞すきさせてもらってました明明日明日何する明日 明日予定あるんでちょっと外出てそしたら帰ってきてバイトちょっとるーちゃんうるさいね <laughs> るーちゃんいびきうるさいねクレンジングバーム何使ってるクレンジングリナバーム使ってないよ っちゃいびき書いてんの。「ミラクルチューンズ」で集まってほしい。いやあのね集まることも今後もあると思うし今までもあるよ。 ミラクルチューンズすごく昔ハマってて親友3人でマイ・フーカカノンやっててその3人のグルラ今ミラクルチューンズのアイコンおお嬉しいありがとうございますジナのおシェアか作ってもいいですかもちろんもちろんバイト週にどれぐらい入ってるバイトはねマジで日によって違ってまるまる2週間ぐらい全く入ってない時もあるしうーん なんかマジで別になんか固定とかじゃないから「この曜日に」とかっ言ってるわけでもなく水飲んでるそうだからなんかあんまり決まってないというか適当ですでも今週ん今週今週はちょっと多いかもバイトちょっと多め 春から大学生そうだよそうです明日仕事頑張ってくださいミラクルチュンズみんなで集まるのえ、集まったこともあるし今後も集まると思いますえ、無視された最悪 卒業おめでとうありがとうございます舞台おめでとうありがとうございます3月中に忘れてないよ忘れてません明日卒業式頑張ってください大丈夫そう勢いよく水飲みすぎたミラ <laughs> チンの時は12歳13歳 をま,た入れましたうそ11歳12歳13歳ああまあでもうん11歳12歳13歳またぎです今日好きさかすみそうしか見てないんだよねなんでってゆナが出てたからおお、嬉しい<笑><笑> うん、ジゴーッさん音符ありがとうございます。動画メーションしたら見てもらえる。見ます。まさかリナちゃんがアサルトリリーに出演するとは。あ、そうなんですよ。<laughs> アサルトリリーに、ね、出させていただきます。今日好きかすみ草編です。今日外出てない。十 <laughs> 一11歳もまたいでる。そうだよ。 11歳誕生日来てなかったから11歳11歳の時はまだ公にはなってないけど一応活動をし,し始めてました11歳の時ももうというか意外と忘れがちだけど里奈ちゃんは隣の家族がよく見えるにもね <laughs> そうですね出させていただいてました 髪切る予定はないかな春から大学生初ッシ春から大学生そう春から大学生です顔変わりましたえ分かんないでもシンプルに今メイクしてないのになんかカラコンしたままっていうあれはある追加メンバーシークレットだったからねそうだし多分 そん時はまだミラチューのこと自体が公になってない時ですねそうそうクラスにリナちゃんに似てるにに <laughs> 似てる子いる本当ファンマはないよ大学生で学校で有名な人いるえまだ大学行ったことないから全然周りの子たちは全 くわかんないですよねディズニーよく行くよねって思われがちなんですけど私そんなに行ってないですねそんなに行ってなくて「ミラクルチューンズ」やってたりなちゃんが車運転できるなんてまあそうだよね普通に考えたらねあの時から考えられ,考えられないよね年齢的にも。 いつ車の免許取ったえ何ヶ月か前ですなっちゅうなちゅう <laughs> 舞台ででかい武器を振り回すりなちゃんを楽しみにしてるそうぜひね皆さん,なんか似てあえば見に来ていただけたらめちゃめちゃ嬉しいですもし遠かったりとかだったらね全然無理しないでほしいんですけど タンバリン持ってた子ハンドル握れるようになったそうハンドル握れちゃうんですもう恐ろしいよね今日つきもう出ないんですか私もう高校卒業しましたりな <laughs> ちゃん車乗ったら事故そうまさか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 ,まさか <laughs> ちゃんと全部一発合格してるんで安心してください あの、でも、ま、車って100%パース全員、全員が安心しきれるものじゃないから、ま、ああれなんですけど、ちょ安全運転でーす。<laughs> とっても。最後の、なんか試験みたいな、なんか最後にやったやつとかも、なんか、一問間違い技能じゃなくて、あの、学科も。学科も一問間違いで99点だった。一発合格 うん仮面とかもそこら辺も全部車の運転ドキドキした車の運転あ最初はちょっと怖かったよね普通にいや怖くない普通に考えて怖いよねりなちゃんすごいいやなんか学科 は結構得意でした最初から最後までこんばんは4月から高校生になります頑張ってください18になってからすぐ撮ったのいやすぐではないよ舞台初あんかんじゃった舞台初,初出演おめでとうございますありがとうございます 出てた時から大好きですありがとうございます風花だよおやっヤホーこんばんはこんばんはお姉ちゃんと喧嘩したの今日遊園地行って最初にジェットコースター乗ったら泣いてメイク落ちたの共感してくれるん わかんないなえわかんないな舞台観客するの大好きだからめっちゃ嬉しいですあそうなんですねじゃあもし日程合会えばあの見に来てくれたりすると嬉しいですもし遠,遠いけどなんか日程合会うけど遠いよとかだったらあのおん生配信とかもある日にちもあるのでぜひ ミラクルチューンズの時から見てるありがとうございますミホこんばんはちょうど東京に遠征してますええー、ほんとすごめっちゃすごい舞台出演おめでとうありがとうございます 舞台何の舞台舞台は、えっと「アサルトリリー」っていうやつのなんか「アサルトリリー×私立ル,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 ルドビコ詩助」がクイーンの「シュベスターの祈り」っていうやつに出させていただきます。「ミラクルチューンズ」の時から見てるよありがとうございます。 来週東京に一人旅行くけど結構緊張するえそうなの緊張してんの高校でスカート折ってた高校でスカート折ってないうち高校のスカート折ったことないです折ってなかった。<laughs> 久しぶりに舞台見に行くかぜひぜひとか言ってちょっとあの舞台のお芝居の経験ないので私舞台そう舞台のあの演技そうお芝居やったことないので全然分からなくてなんか全てが未知であのまあちょっととても不安なんですがっていう高校校則厳しかったうん割と厳しかったね 明日100人一大会があるから頑張ってて覚えてます <laughs> 懐かしい百人一首大会うちもやってたな <laughs> 舞台の練習って喉枯れないでそううち結構それ一番心配してて何気にあのいやじゃお芝居とかは自分が頑張れば頑張ったほど身につくと思ってるんですけど私そのあんまりその人よりも喉の方がちょっとあまりちょっとあのあれでして。<laughs> すでに今ですらちょっとあのおかしいのにねっていう感じなんですけどそう梨なちゃんラジオで舞台興味あるって話してたから本当に驚きまあのでも舞台以外にもまあいろんなことには興味はあって何でもやってみたいなって思ってるんですけど くなやっほうヤホーほうまた演技したいとかないのありますありますリナに会いたいそれなーそれなそれなあゆ テストの点数が悪かったのですが、高2に進級できました。おめでとう <laughs> なんだかんだ、意外とね。テストの点数悪くても。なんか学校行ってればさ、意外とさ、進級できちゃうみたいな。なんか、なんだかんだね。ミラクルチューンズもう6年前なんて信じられないね。早いよね。あっという間すぎて。なんか、 すべての出来事、過去のすべての出来事がの、からの月日の立ち方がびっくりするぐらい早くて、最近ほんと衝撃を受けてます。とっても。身長まだ伸びてる。伸びてません。伸びてないです。高校受験合格しました。おめでとうございます。おめでたい。とっても。 年が経つにつれて一年経つの短くならない。え、なる。ね、マジなる。ミラッチューの共演者のことまだあったりする、する、してます。リナが応援くれたから第一志望の高校に合格できた。おおおめでとうみんな高校生になるのかな気をつけにリナちゃんが出た時わからなかった。本当 星を取るともっと早くなるもっともっと速くなるのかな前髪作ったきっかけはノリです <laughs> だいぶノリで切りました小 6? ぐらいで切ったんですけどあのノリで美容室行ってノリで切りました大学入るよいきますもうね あとちょっとで始まるよねりなちゃんのおかげで僕も今年から大学生でございますいや私何もしてないよ私は何もしてないみんなの努力ですとわちゃん原田とわちゃんと会ったり話したことありますかありますね なんか最高学年になったら下の学年より1年間めっちゃ早く感じるの私だけそうなんかもう最高学年になったらっていうよりももう本当にあに日に日に早く感じてまして大学の入学式何大学の入学式はスーツスーツきますリナ大好きありがとう ゆうかちゃん頑張れミラチュの一番の推しだったありがとうございます嬉しいです大学生になって忙しくなると思うけどライブやってほしいライブって TikTok ライブとかインスタライブとかってことそれはやりますよもちろん。 りいちゃん久しぶりに戻ってきたね思った通知欄見て思った <laughs> 通知欄見て思った久しぶりだと思って嬉しかったケイジ手を振るありがとうございます、うん、7こんばんは選手系大体追加メンバー好きになっちゃうあかりちゃんおっしだったありがとうございます嬉しいですもう学校ないから特にすることない 確かにもうえでも卒業生組じゃない子たちはまだ学校あんのかな恥ずかしいのですが今日家一人だったのでずっとミラクルチューンズ踊ってましたえ <laughs> 全然恥ずかしい私はすごく嬉しいのでありがとうございますたまにデナンを踊ってるけどね 業したの学校しました明日学校です頑張ってくださいミラチューフあかりうんうんうんいいんですよ全然風化推しでいいんですよそんな気を使わないでください誰かを押すのは自由なので明日まで学校頑張ってください押し入れできたら3次元でねえうちさあごめんね3次元と2次元がいつもどっちがどっちか分かんなくなるんだけど3次元ってどっち ?2 次元ってどっち どっちが人間のどっちがアニメ系だろうちょっとわかんないんですけど明日手術ええー、頑張ってくださいすすぐ終わるやついやよくあの早く終わりますように無事に無事に早く終わりますように押してもいいですかもちろんです今日好も出ないんですか出ません高校卒業したので 16日に通っていたデイサービスを卒業したデイサービスお世話になってよ文書や花束をもらった自分はめっちゃ泣いた卒業お,おめでとうございますなのかなじゃあ私のクラス風花ちゃん推しが意外とたくさんいてびっくりしたあかりちゃん推しおおありがとうございますミラウチュウは風花ちゃんとあかりちゃん推しでした髪型めっちゃ真似してテレビの前で踊ってたかわいいありがとうございます縦横で二次元なのでえ どういうういことだろう2次元がアニメの世界とかってこと ?3 次元が人か明日学力テスト頑張ってくださいうちもさそろそろさ学校のさあのテストみたいなやつを受けれるから受けようかなっていう,う <laughs> 入学前に受けなきゃいけないやつがあるのでじゃあ今日からオスから神対応これからも待ってます おー、ありがとうございます。神太陽ってどん、神対応ってな、ななん、どんな感じ。出 <laughs> ます。二が平面なと二次元。あ、なるほどね。そういうことね。理解した。あー、そういうことか。 縦と横だけで2次元平面だから2次元になって縦横高さで立体だから3次元ああなるほどね頭いいすごい <laughs> 私もうそろそろねお休みお休みなさいありがとうございましたパジャマ可愛いよね高校生一応ミラ中オンエア当時は風化推しでしたごめんなさい今は風化も明かりもみんな推しですいや嬉しいですあの なんか結構やっぱミラチューの時から知ってくださってる方はあの今でもいてくださってその中でも全然多分ミラチュー当時はそれぞれ推してる子とか、まあ、ありがたいことに箱推ししてくださってる方もいただろうし可能推しでした甘まいちでしたとかいろいろあると思うんですけどあのそれでも SNS 返ってきてからこう私のことをね応援してくださってる方々がいらっしゃるみたいでありがとうございます。 ミラチュで一番大変だったダンスは何ですかこの4つで選んでくださいテクのヒップホップロック演歌演歌演歌ですえ可愛い,いありがとうございます今日まだコメント読んでもらってないごめんね読めました今1個目明日球技大会怪我しないように頑張ってください車運転できるのうんできるよ 舞台って予約必要だよねチケットの発売日があのー、インスタのストーリーに載せたリンクがあるんですけどそこから飛んでもらったところに日程書いてあって4月の29日かなんかにチケット発売されるのでその時期に買っていただけ 演歌ですか確かにちょっと大変そうでしたよねマネするのめっちゃ時間かけてましたそうだねなんか演歌のバージョンのあのキャッチミいやそれぞれ多分スペシャルモードとかってキャッチミーアレンジ聞きあれで踊ってるんですけど全部それがまあ中でも演歌はちょっとテンポが早かった のとちょっとテンポ速くて激しか激しいからあの装備んあ何衣装 <laughs> 扱うのが大変 <laughs> でしたそれあのタンバリンとかもなんだけどあとはなんかそれ最後のラストライブの時に踊ってるんですけど 演歌のバージョンとかも、まあ、全部メドレーで踊ってるんですけどその演歌の時に1列で私が一番前に縦位置でなるところがあるんですけどそこがリハの時にリハの時は普通に段差の,のないスタジオとかでやってるからこう洋上とか、まあ、テープとか貼って位置つけてたんですけど何回もあのステージから落ちる位置にいるっていう幅と5人入るのだから結構ぴったりすぎて。 うまいことみんなでなんかその決めた場所に行かないとステージから落ちちゃうよっていうのがありましたねリトルダーコさん猫の足ありがとうございます4月に東京 MER の英語上映するけど見るよってえそうそれね見たいと思ってます 演歌くるくる回るイメージそうだね演歌はね <laughs> くるくる回ってる回ってますねリナ自慢の推しありがとう当時ミラチューのドラマのセリフ全部覚えてたガチすご彼女から LINE がすぐに返ってこなかったらもう別れたことになりますかいや別れたことにはならないと思いますエクステつけてないよ 今は全部ロングにはつけてませんね「ミラクルチューンズ」の「白い子」って姉妹じゃないよあと役ではまあ姉妹役ですねこんばんは今思うとタンバリンで敵倒してたのそう私と光はタンバリンで カノンマイフカがタクトミラクルタクトですね。リナ誰のもん。 んちゃん光とは連絡してるのしてるちょうどさっき <laughs> 変身ダンスまだ踊れる変身ダンスはもうめちゃめちゃ余裕めちゃめちゃ余裕ので踊れますフォーメーションとかも特にないし決め技とかもいけ,んいけると思うけどありだなんだかんだ体は結構覚えてる ミラチュー中の時は風花と明かりをし今は譲り直しありがとうございます2いの稽古はもう始まってるまだですスマホの下押さえてるスマホの下押さえなんかあの指指こう持ってて小指が大会終わったお疲れ様です 音聞こえにくいもしかして多分そうだよねなんか手がさこうプル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 ,ルってなっちゃうずっと持ってるとすまそう最近は何してる最近はこれ大丈夫今この持ち方だと最近はいろ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 学校ないから遊んだりもしてます 親友ちゃんと最近めっちゃ会ってます。よしよし。出番呼び許可。オッケー。あ今平気よかった。入学式スーツそうです。もしかしたらミラクルチューンズにミラクルチューンズに出てました。 はい出させていただきました友達と電話ってする電話はしないね <noise> その服はつもりそう大学行きであります <noise> ガールズ選手シリーズで薄黒りなも山口りなもダブルりなな理由がわからない 役名だったらギリあれだけどく倉里奈と山口里奈は本名だから何とも言えないな高校で楽しかったことえー、お昼休みとかかなあやりなまた見たいねあやねんとねまた遊びたい ミラチュ1日だけでもいいから復活してほしいそう思っていただけてるみたいで本当にありがたいです薄倉さんわたあめ過去みなみかりますかわかるよ新学期4月親友ちゃんとお別れするの悲しい親友ちゃんとお別れお別れお別れ スクラとスーツ姿の写真が見れる日は来るのでしょうかえああ、スーツ乗せるかなどうだろう <laughs> ミラチューという作品に人生本当に救われたのです。感謝感激。え、そうなんですかいやありがたい、本当に。おととい転んで右手めっちゃ痛い。 え、気をつけてね気をつけて一人暮らしじゃないよちょっと髪の毛ボサボサすぎないかなって 卒業あ高校卒業したら親友ちゃんと会えなくなるうんうんそもそもねなんか今うちがなんかまあ親友は一人じゃないんですけど親友そう一人じゃないんですけどずっと私が TikTok だったりインスタだったり Twitter だったりで親友ちゃんって言ってる子は全部同一人物なんですよそうでその親友ちゃんって とは高校が違うんですよだから、中学までしか同じじゃなくて、高校も全然別々だったんですけど、今週も DR に5、6回会ってる。マジ、本当に、本当にずっと会ってるし、なんかこれからも全然会う予定はありますね。で、高校でできた親友の子もいまして、まあ、その子とは高校同じだったけど、まあ、これの先は進路は違うんですけど、 そのことも、あの、100%遊びますね。はい。<laughs> ずっとリナに DM 送ろうとしてるのに緊張して謎に送れない。せっかくの TikTok の DM 開放してくれたのに。え、もう何でもいいんだよ。おはよう、こんにちは、こんばんは、みたいな。<laughs> もうお風呂入った入った。 このアイコン、リナなの、そうだよね。うちがエクステつけてさ、鏡越しに撮ってる、ジャージのやつだよね。リナの茶髪見慣れたミラクルチューンズの曲流すと赤ちゃん泣きやみます。マジリナちゃんの中で C の基準ってなんだろうえっ、ー、と、な、んでしょうか。うーん。 親友の基準なんかうーん気使遣わない全く全く気使遣わなかったりとかうーん難しいなあとはお互いが親友って なんか勝手に自分で親友って言ってて、あの、相手は親友って思ってなかったら、なんか気まずいから、お互いが親友って思える関係値になった時とか。なんだ、難しいけどね。親友ちゃん見てたらはずいやつ。え、でもね、なんか意外とそうでもなくて。よくね、本当に、あの、その親友の子たちが、 2人とも見てる時があるんですよ結構そう見てくれてる時あってよく見てくれてます中学の時帰宅部線引きは難しいうんだからといって別に親友じゃなく友達って言ってる子があの仲悪いわけでもないんですけど 配信してたらよく配信してたら見るよねそう見てくれるあとは私本当になんか究極に遊ぶ回数が違くて <laughs> 親友っていう,いう思ってる子たちとしか遊ばないみたいな感じなんですよね本当になんかよく遊ぶっちゃ遊ぶんですけど今月とか結構遊んでるんですけどあの本当に特定の人たちしかなんですよ 遊んでないっていうガンダムのプラモデルが完成したよっていう謎の情謎の報告の迷惑メールありですかありですよもうあの事後報告だけどね <laughs> 事後だけどねヤッホーラジオ来てたのすごいよねそうでも実はこう高校のその親友の子も来てに待ち合わせしてて でだからラジオの時にいてくれたことあるしそのずっと私が親友ちゃんって言ってる子もこうは普通に見てくれてたんだけどそうそうなんですよ だからそうその高校であの出会った子は別なんですけどそのずっと親友ちゃんって言ってる子とかは、ま、じ昔からの付き合いで16年ぐらいの付き合いなんですけどあのミラチューのイベントとかも結構あの来てくれてました。ね、<laughs> そミラチュー以外でもそれ以前にいろいろやらさせてもらった時とかにも来てくれたことはあります。 どんな内容でも DM していいよもちろんこのライブ終わったら DM 送ってもいいよもちろん TikTok でねいいですもちろんめっちゃ長いあそんな前からの付き合いなのでそうですよそうなんです 長いんですずっと一緒にい,るいますね新学期までに開か抜けるコツえー、なんだろう新学期までに開か抜けるコツ高校生なのかな <laughs> 大学になるのかな高校になるのかな中学になるのかなセレナさんバラ、ありがとうございます。芸能人に DM するの恐れ多くてできない。芸能人に DM、確かにね。で、なんかできないや。インスタの DM と TikTok の DM、どっちの方が見るインスタの方が見る。あの、もともとやっぱ TikTok が開放してなかったから、あの、インスタの方が見る習慣はついてるけど、 tiktok も見てます。一日一回は見てる。tiktok も。インスタはもっと頻度高く見てます。眉は染めてない。です。<laughs> 新学期まで中抜けるコツ、男子用、眉毛整えるとか。それこそ。いや、芸能人ってリナちゃんのこといや、リナは違いますよ。リナはな普通で、ね、普通の。 はいはあのこれよく言ってて何でもいいって毎回言ってるんですけどそのこれもね補足事項も毎回言ってるんですけど興味がないから別に何でもいいどうでもいいっていう何でもいいじゃなくて好きでいいよっていうあの別に。 自分がしたい髪型あるるだろうしし私もあるしあの別に何こっちがなんか何かとは思わないと対して別に髪型変わったところで好きになるかとか嫌いになるかって言われたら多分そういうわけでもないし別に髪型どうこうで好き嫌い変わんないからあっまあねあ髪の毛こっちの方がかっこいいかもとかはあるかもしれないけどこっちの方が似合うかもなとかはあるけど。 だから、あ、こっちの方が似合う。なんかどっちもいいけどこっちの、こっちの方が似合うかもとかは言うかもしれないけど、でもこれにしてほしいとか、こうしてほしいとか要望はないです。あんまり。なんでもいい。自分がしたい髪型をしてくれれば。だって自分の似合う髪型って自分が一番わかってると思うんだよ。自分のことを一番見てるのって自分だから。だから、自分が似合うって思った髪型を、 していいただければ構いません <laughs> はい意見が大人大人と千尋好き前髪ありはなしさなしはどっちでもいいんだけどマジでグッチどっちでもいいそれこそさまあ好きな芸能人の方とかでさ多分みんなおのおの この方好みだなとか、まあ見た目とか、まあ演技とかもあると思うけど、見た目で、この方タイプだなとか、この方好きだなとかって、まあ、あると思うんですよ。そう。まあ私もありますもちろん。この方、タイプだなとか、この方かっこいいなとか思うけど、みんな髪型違うから、だから結局やっぱ、この人に似合うとか雰囲気でとか、 その人が自分を分かってその髪型にしてるかとかだから、前髪ありでも、なしでも、ほんとどっちでもよくて。それこそさ、男性とかって結構さ、前髪上げたり下ろし、なんか上げたり下ろしたりとかって、なんか結構場によって変えたりとかする人とかもいると思うんですけど、どっち見てもやってかっこいいなって思うもん。どっちでも大丈夫。ほんとに。 これは男だろうと女だろうともうなどっちでも大丈夫だよ本当に帰 <noise> ってきたちょっと開けてあげるかちょっと待って 顔赤か,か,かったミュートにすればえこれミュートにできんのティックトックライブってミュートにできんのんわかんないちょっと難しいママじゃないよママ寝てる 最近 TikTok のここでバイト探してる高校生みたいなやつでめリナめっちゃ出てくるの嬉しいあそうありがとうございます見てい,ただ見ていただいてありがとうございます <laughs> <laughs> 電話しないじゃんリナいつも電話なんてめっちゃにぎやかそれな一人でショッピングとかできますか できます。パパじゃない寝てる。<laughs> 急にピンポン鳴ったからこっちがびっくりしちゃった <laughs>。すいません。ディナー的にはあのピンポン鳴ったことよりもやっぱ犬が吠える方がちょっと。んうん。 初見ですありがとうございますストーリー見てくれてありがとういいねまでこちらこそ姉姉、ねね、そう <laughs> そうです買ってきましたねあし卒業式です頑張ってくださいおめでとうございますちょっと早いけど リナ来年芸能生活10周年えそうなのえそうなのなんでなんか知らないのっていう <laughs> TikTokDM 送れるの送れるよ送れるなんか制限みたいなのあったらしくてこの前なんか解除しました TikTok の方もはいなんかさえこれさちょ待って チークついてないよねそうだよねチーク塗ったみたいになってるんだけどリナちゃんに DM 送りたいけどやり方が分からない DM どうやってでも送るのか分かんないなどうやって送るんだろう TikTok の DM どうやって送るんだろう え分かんないな爪お店でやってもらったのそうですそう毛穴綺麗好きえどういうことじゃ引きたくなるんだけどそれ普通に携帯え麗どういうことかじゃないですだってメイクもしてないし ファンマ作ろうよなんか家族になろうよみたいな,なんかハンマー作るハンマーか TikTok は装具じゃないと DM できないよえそうなんかねそういう設定もあるのかなこの前なんか設定を変えてあの誰でもできるようになってます <noise> さっき見てたのこれあのもっとこれあ,あ違う あれあ、これこれも見たよこれも見たこ見えこれ見た<や>だよねてててて <laughs> TikTok ライブバイバイおいも丸なっゃ。<笑><笑><笑> なん <laughs> でもないすっぴんレベチメイクはしてないですうん、ね、知ってるよ <laughs> 知ってるよピアスしてるあ知っしてるあでもね何今一個ずつしかつけてないしかもひっくり返ってんのこっちあのこっちのここだけしつけてないです今さっき取っちゃった <laughs> ロニガの初投稿に、ね、好きなものとか書いてあった恥ずかしいそれ <laughs> 恥ずかしい歌歌ってでも大変申し訳ないんですけどあの今ほんと歌えなくて声の調子悪すぎて全く歌えないんですよ私も自分でびっくりしちゃってこの前 まあ家で私結構ルンルンに一人で歌うタイプなんですけどいつも歌ってるような曲があの、ま、何にも歌えないの今何何?何「竹馬ばっかり乗ってる」って書いてあったあ乗ってた確かに小4小5ぐらいの時竹馬ばっかり乗ってた竹馬好きなの 短距離得意とか。短距離得意だった。昔は。<laughs> 昔はね。お姉ちゃんとりなちゃん顔似てんのあれ、なくなった。えっと、顔は、似てます、多分。多分っていうか似てるって言われます。いた。<laughs> 今すっぴー、ね、今軽く回してるアートバルーンまだ作れるのえ最近やってないけどできると思う普通になんか簡単なものだったら小さい折り紙はね得意だよ今もみずきさんフィンガーハートありがとうございます似てる似てるそう多分ね シャシですかそうですそうなんです。リナとリナの姉。顔すんごい似てる。ね、なんか似てる。なんか日に日に多分似てる。日に日に似てってんのかもしれない。昔そうでもなかったと思うんですよ。多分私が中。 高校入ったぐらいから、なんか特に似てるって言われるのって、そっから今どん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 なんか似てるって言われるにな,んかなっちゃいましたね。はい。なっちゃいましたって別にあの、あのか、嫌なわけじゃないです。今度小さい折り紙作ってインスタ載せて。あ、なるほどね。え、なんかうちちっちゃい、ね <laughs> <何>、<laughs> 何何 <laughs> え、ねえねえ笑わせないでほんとにねえもうほんとに。<laughs> <laughs> ねえ <laughs> ちょっと面白くて待ってねえマジで最悪 <laughs> はあはあ面白っ瑠ナちゃんとお姉ちゃん性格違う性格は違う違います <laughs> 今度なんか絵描いて乗せて。絵はね、得意じゃないよ。あ、じゃ、ん絵は、ちょっと、まあ、うまいかもしれない。お姉ちゃんと山菜さ。<笑><笑>待って、マジでさ、本当に、もう。<laughs> シャンプーは、なんか今あれ使ってる、なんか韓国かなんかの、 竹馬は多分ね。全然乗れると思う。ミラチュウの頃カリカリを好きだった。ありがとうございます。<laughs> 思い出しちゃうんだけど。うん。りなちゃんの性格はおっとりだよね <laughs>。おっとりじゃない？<laughs> おっとりじゃないですえ、おっとりじゃないよ。全然今日の tiktok を見ていただいたらわかると思うんですけど、ふ,っとふざけてます。 え、うまい。え、最後の点々。最後の点々。<coughs> はあ、はあ、ははあ、<coughs> 言えないことしてる感じえ、全然 <coughs> 全然そこに座ってる。面白かった、マジで。<coughs> 呼吸ではないよ。ちゃんと呼吸はできてる。<laughs> 明日映画見に行く。おあ、やばい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 、何個しちゃったかも。楽しんでください。何見るんだろう。 僕が作った折り紙のハートも捨てちゃった。え、捨ててない捨ててない。ネックレスかなんか入れてくれたんだっけ。喉大丈夫ですか大丈夫です。鬼滅の刃見に行ってないね。 <laughs> ちぎらくんのやつ。ああ、はい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 。そうだよね、ネックレスね。入れてくれてた。ドラえもんの映画。あっ、え、あれ、いつから公開だっけあれ、いつからもう公開してる大病院選挙の最終回見ましたか見たよ。<laughs> <laughs> 見た。あれも見た。フール限定の、なんか、15、六6分ぐらいのやつ。前編,後編,前編,後,編,後,編後編。前編後編。後編。前編後編。両方とも見た。いいよ。<laughs> 今、福岡いるのいいなぁ。キャリーの中入ってきゃよかったわ。 4月公開のコナン見に行くのうちコナン見たことない。なんか車の中でついてたことはあるけど、ちゃんとは見たことない。<laughs> <laughs> いや、それまでには、え、だって後、後半でしょ後半戦でしょえ、後半戦でしょ,で後半戦でしょ最後の一連の後半でしょ えどういうこと多分でしょ <laughs> じゃ大丈夫だよえスズメ見たよスズメ見た <coughs> やっほー今見た映画はね、なんかいくつかあるネイル変わった、ネイルはん三月の頭からこれ、ずっと でももう, <laughs> もう<な>んかま <laughs> ともにできないんですけどあの人のせいで <laughs> あのもうあのさよならかも結構。 えそれ…<え>誰の <laughs> なじゃあのか <laughs> これはだってたまたまか間違えてたのかあ、当てる…笑,笑いすぎ <laughs> 違うなんかなんかリナのせいじゃないですうん <laughs> りなちゃんともっと同じ中学校だったの、走行するとき、毎日すれ違ってて幸せ。え、ほんと中学、え、中学かぶりしてたってことは、私が、中学生のときにもかぶってたってことかな。2個違いか1個違い上か下か。誰のせいなんだろうえ、お姉ちゃんのせいです、普通に。で <laughs> そろそろ応援しよっかな。フォローしました。ありがとうございます。 笑,笑顔好きだから嬉しいけどね。いや、でもずっと、真顔。下でした。りなちゃんが中3の時中1でした。中3の時に中1。ああえ、でもさ、うち結構投稿するの遅かった気するってことは結構投稿するの遅めでしたかもしかして。え、中3の時中 中3の時はディナあーあ多分遅かったなまあここうん中1も別に早くはないけど日に日になんかあるあるじゃない日に日に登校時間遅なってくみたいなああれは薄くラの真顔なのね<何>そうです う <coughs> っちゃんコントが解説されてるでそうなんかねずっとねなんか夜ね一緒にねいるとねなんかこんな感じ家でも <laughs> すごいねりなちゃん学校一緒だなんてねえ学校一緒結構おすすめでしたそうだじゃあじゃあ確かに 毎日惚れてました。で、あの、中学の時は本当にあの、芋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 成人って感じ。<laughs> そう。夜のハイテンションある。いや、あのなんかね、私ってなんか朝から、 なんかテンション高いらしくてほんと4時ぐらいから友達と会ってもびっくりされるんですよ朝のなんでそんなになんかうるさいのみたいな感じなんですけどお姉ちゃんとかはなんか朝なんかうるさい感じいるとなんかいやうるさいみたいなの言われるからあの静かにしますじゃあなちゃんはお姉ちゃんからいじられる系えいじられるいじえー、いじられるよさっきも さっきもいじられたんだよりなでもいじりもするけどね高校同期です同い年テンション高いりなち見てると私もやばれちゃうほんと明日中学の卒業式なんです頑張ってくださいおめでとうございますお絵かけ兄さんバラありがとうございます ちゃんと地元同じでしたよねそう,そう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 えそれこそももかちゃんと投稿したりしてたよそうなんです明日好きな人の誕生日おめでとうございます妹はいない 髪の毛はそう、二週間ぐらい前に染めた。大寿司。<coughs> いなちゃん、ももちゃんと。地元一緒、なんだっけ。と、そう、ももかちゃんと。宇田川ももかちゃんとは。地元、ま。 と一緒ですねやっぱりそうですよねマッチでオーラ強すぎましたいい私はそんなことないじゃあそろそろ終わりにしようかなちょっとなんかお姉ちゃんから LINE 来たしあっもなかバラありがとう そろそろ終わりに、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。世界一ルイティック o クライブ、ありがとうございました。バイバイ。あ、ケ事ジ愛してる。ありがとうございます。ジャネバ、ジャネバ